背景は3番瀬の水中です。こんなに水が透き通っている時もあるんですよ。こちらがイソギンチャクの一種さん。種類不明です。多分、縦じまイソギンチャクの色違い、個体変異バージョンだと思うのですが、裏安でよく見かける縦じまイソギンチャクと比べると、やたら密集しているし、 体は触るとネバネバしていて、あまり弾力がありません。体色は、くすんだ褐色で、細く、白い縞模様のようなものも見えます。また、触手は白く、体に対して長めです。そのため、一応、イソギンチャクの一種さんとして、紹介することにしました。もし詳しい方がいましたら、情報をいただけると嬉しいです。